勇者の選択肢がおかしい。ごめん、笑っちゃった。いや、もう面白そうじゃん、雰囲気から。お前、タイトル画面でリンゴ食うな。こちらのゲームはですね、タイトルの通りです。勇者の選択を自分で選んで、ゴールに導くみたいな、ギャグゲームですね。うん、もう面白そうじゃん。やります。いいね、後ろの女の子絶対可愛いよな。うわ、俺名前決めんのか。勇者の名前を入力してください。出た、春井。なかなか珍しい名前だけど、あー間違えた、アホ。勇者アホ、アホそうじゃんこいつ。いきます、アホで。オッケー。その他基本操作は中央右側にいる。あ、なるほどね。セーブはいつでも好きな時に行うことができます。しかしセーブするタイミングによっては積む可能性があります。マジ？俺結構セーブ中だからさ、選択肢が出てるタイミングでセーブするか、セーブをこまめに分けることをお勧めします。了解。いやね、なんかもうすごい量の選択肢に追われるらしい。序章、赤い月が輝く国には勇者とその仲間たちが暮らしていました。はん、まあ一応ノベルゲームっぽいんだね。癒し魔法が得意なシェイラ、うわ可愛らしい。攻撃魔術が得意な自分、なんかこいつも面白そうだな、なんか。これ絶対アホだよな。そして代々の勇者の血を引く物理に特化したリーダー、アホ。この3人は勇者代行として名を国に轟かせていました。心配になるパーティーだな。なんかさ、こいつめちゃめちゃアホなことしてさ、こいつがちょっとなんかノリに乗っちゃうみたいな、ちょっとなんか常識悪けど乗っちゃうタイプで、もうめちゃめちゃ突っ込みそうなタイプじゃない、俺の勝手な予想だけど。うん、ある日3人は王様にお城に来るよう言い渡されます。お城に着くと王様はこう話し始めました。よく来た、この国の希望の勇者とその仲間たちよ。今回は魔王について話をしたいのじゃ。希望の勇者なんだね、一応。アホなのに名前。最近魔物の様子がおかしく、いつもより凶暴になっておる。よく悪事を働き、国民衆に被害を呼んで困ってるのじゃ。もう何年もおとなしかったが、きっと魔王の策略じゃろう。何か恐ろしいことを企んでるに違いない。それを阻止するべく、お主らには魔王を倒してきてほしい。もちろん、褒美も使わぞ。ほう。そう、お前、マジで？この顔よ。お前、王様もおかしいぞ。こんな顔のやつに頼むことじゃないから。いや、シェイラちゃん、かわいいな。こうして、勇者一行は王様から重要な任務を言い渡されたのでした。勇者一行はそれぞれ褒美として、シェイラはお花畑、ジバンは魔術の実験施設。アホは？なんだ？ダメだ、俺これツボかもしれん、このゲームが。魔術の実験施設なかなか怖いぞ。勇者がやることかそれ。王様から心よく了承を得ることができた3人は、その褒美と国民たちの声援を糧に魔王大使へと旅立つ。ごめん、ちょっと待って、俺これツボだわ。なんか笑っちゃう雰囲気から。もうよし、もう序章終わりかよ、早いな。これね、2年ぐらい前からあるゲームなんだけど、ずっとやりたかったんだよね。なんで2年経っちゃったのか分かんないけど、なんかね、まだ終わりはない、終わってないのかな。なんかね、7話ぐらいで終わるらしいんだけど、まだ4話5話ぐらいしか出てなくて、まあちょっと途中でもやろうかなと思います。第1話、始まりの赤い果実。いいね。暑い暑い日差しの中、勇者一行は魔王の城へと向かいます。そんな中、あなたのお供の人、魔術師のジバンが声をかけました。おい勇者アホよ、お前は魔王についてどう思う？もう何年も動きがなかったというのに、やはり何かを企んでるのだろうか。何と答えますか？わあ来たね。多分大丈夫だろう、わからない。僕の名前山田なんですけど。山田アホ、お前とんでもねえ名前だな、山田アホ。なんかな、勇者よしひこみを感じるな。なんかちょっとこれちょっとやってみていい？いや、僕の名前山田なんですけど。突然発した勇者による謎の発言に仲間たちはとても戸惑いました。わかった、さては何か落ちてるもの拾い食いしたな、お前。それとも緊張でおかしくなったのかすか、兄貴。ああ、こういう喋り方なんだね。そうだな、本人がそう言ってるのであれば、これからは山田と呼ばせてもらおうか。やめろ。おい、山田になっちゃったんだけど。ちょっと待って、これはやり直させて。ちょっと待って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 、なんで青なのに山田になっちゃったの。おい、お前はアホなんだよ、アホ。
山田でもいいけど、これ作者ところどころ山田にさせようとしてこないよね。わからない、多分大丈夫だろう。いやどうしようかな、こいつアホだしな、まあ、多分大丈夫だろうにするね。まあ多分大丈夫だろう。あなたはそう声を発しました。なんでそんなのんきなんだアホは。いやアホだからだろ。いやまあ頼もしいようにも聞こえるけれどな。兄貴頼りにしてるんす。かわいいな。スタート好調、意気揚々と勇者一行は森の中を進んでいきました。うん、ずんずんとさらに奥へ奥へと進んでいきます。てか3人パーティーって珍しくない？珍しくもないのかな、4人じゃないのかな普通。すると草むらのあたりから何者かの気配をあなたは感じ取りました。いやーもうすごいね、これ即ゲームオーバーってあるんでしょ。詰め可能性もあるってことは覗いてみるか。お、赤いスライムが現れた。地盤は魔法を唱えた。スライムは攻撃力が下がった。あーいいね、ちゃんとちょっと戦闘っぽいのあんだね。シェイラは持続回復魔法を唱えた。味方全体が毎ターン HP 回復。いや強くない？え、もうなかなかもうできてない？出来上がってるな。あなたの行動のターンが回ってきました。あ、これもこんなにサポートしてもらってんのに逃げへんの。いやもう行かれてる。ちょ逃げよ、あなた逃げました。おい、どこ行くんだアホ。仕方がない、俺たちも退却しよう。最低だ、デバフにバフもかけてもらってんのに。え、はい、了解っす。ジバンは逃げ出した、シェイラは逃げ出した。好きだわこのゲーム、もう面白い。勇者一行はスライムから命からがらに逃げ出すことに成功しました。おいアホ、なぜ逃げた、スライムごときに。ジバンは怒りをあらわにします。そこへジバンを落ち着かせるべくシェイラは割り込んできました。まあまあ落ち着いてくださいっす。いいなあ、とりあえず2人ともどこも怪我とかないあるわけねえだろ。逃げただけだぞこっち。お前ら MP 使ったら無駄だからな。そう言いながらシェイラは体に優しく触れ、怪我をしていないか入念にチェックしてくれます。え、やめろ、俺の変態メーターがちょっと変態レーダーがちょっと反応したぞ。胸揉むとかないよな。あ、アホな兄貴。ここ少しすりむいちゃってるっす。シェイラはそう言いにっこりと微笑むと回復魔法の呪文を唱え、あっという間にあなたの擦り傷を治してしまいました。いいね。あ、なんと言いますか、ありがとう。何も言わずに黙る。やっぱそんな絶対やだ。兄貴じゃなくてお兄様って呼んでよ。いや兄貴は兄貴でいいんだけど、お兄様も良くない？ありがとうでもいいけどさ、お兄様にしろ。兄貴じゃなくてお兄様って呼んでくれない？とあなたは声を発しました。一体何を言い出すんだ。シェイラは少し頬を膨らませてこう言いました。いやっす、意地でも兄貴って呼べもん。かわいい、やばい、もうてーてなんということでしょう。あなたお兄様と呼ばせることに失敗してしまいました。何事もなく始まった。気を取り直してさらに先に進んでいくと、近くで水の流れる音が聞こえてきました。うん、もうすぐ川にたどり着くようですなどと考えてると、アホはすぐそこに赤く実った果物があることに気がつきました。とても美味しそうですが、もしかしたら毒があるかもしれません。お前これタイトル画面で食ってたやつだろ。食べろ食べろ、絶対安全だろ、タイトル画面で食ってんだもん。そういえば森に空つく果物は最近危険なものが多いらしいな。お前先に言えよ。二人ともその辺のもの食っちゃダメだぞ、特にアホ。いや食おう。あなたむしゃりと勢いよく赤い果実にむしゃぶりつきました。いたそばから。あなたはその果実を口にした瞬間、激しい腹痛に襲われました。このさ、このボーラチのところいいね。なんかあんま心配してなさそうな、あやったなぐらいにしか思ってなさそうな感じ、いいな。立つこともままならなくなり、その場にしゃがみ込んで、あなたは意識を失ってしまいました。終わり。果実を食べて倒れた勇者は仲間に運ばれて一度国に帰ることとなりました。勇者はあの果実の激しい腹痛を起こす作用と同時に、この世のものとは思えないほどの美味しさを持っていることを知り、美味しいんだね。なんとか腹痛を起こさずに食べられないものかということで頭がいっぱいになり、料理の研究を始めることにしました。その後長い年月をかけて見事その果実の美味しさを劣化させることなく表現することに成功。その後も料理の研究は続き、勇者はこの国の一番のシェフになりました。
いや、幸せかよ。なんでみんなちょっと幸せそうなの？まだ魔王倒すことめちゃめちゃ忘れてない？ちょっとここからだけど戦ってみていい？あなたはスライムに殴りかかった。スライムに攻撃を避けられてしまった。おいおいおい。お前、お待て、これ死んだんじゃねえの？1101001000万10万100万10万、強すぎんだろこいつ。え、おー、またこれで終わった。スライムに倒された勇者は、おい、またかよ。まあ、その後回復はしたものの、あんなに強いモンスターがいた森の中にあるのは危険だと判断した勇者一行は、国王に報告し、国民の森への立ち入りを一切禁止する条例を立ち上げることに成功しました。そして勇者たちはどんなに強いモンスターでも倒せるようにと訓練を開始しました。いや、そうだよね、訓練しないと無理だよね。だってこの森のスライムごときに負けて、じゃあもう魔王に勝てないだろ。再びあの地へ。いや、シェイラちゃん何してんの？いや、もうやばい、俺このゲームめっちゃ好きかもしれん。え、もうツボだもん、ずっと笑っちゃうわこれ。そう、これ防御してみるね。意を決したアホはスライムと仲間の間に割り込みました。おいアホ、何をしてるんだ。何も争う必要なんかないじゃないか。こんな戦いは今すぐやめよう。あなたはそう叫ぶと、救世を望む意志を仲間たちに伝えました。なんと素晴らしいことでしょう。今、助け合いという美しい慈悲の心が人間と魔物の間に生まれたのです。今まで互いに争い合ってきた2種族の冷め切った関係性に、あなた自ら終止符を打とうというのです。赤いスライムの攻撃。もう分かってたよ俺も。でしょうねってしか思わなかったわ。おい、これまたエンド 1？ 何？勇者が回復したその後再び旅に出かけますが、スライムを信頼したことにある敗北がトラウマになり、何度も倒されては国に帰っていくことを繰り返しました。それでも勇者諦めません。スライム恐怖症を克服するため日々努力を重ねます。魔王を倒すの日々、いつかまでかかんだよ。何年かかんだよ。さあ戻ってきました。一応シェイラちゃんにお兄様って呼びを命じときましたね。もう後々フラグになるかもしれないし、もしかしたら今後お兄様って呼んでくれるかもしれないからね。食べない。度胸のなかったあなた、うるせえよ。あなたは果実を食べることなく先に進むことにしました。そう、何度も引き返すことは可能だったというのに、それでもなお先へと進んでいきます。あなたの選択は果たして正しかったのでしょうか。もしかしておかしな選択をしてしまっていたんじゃないか。そんな思いが頭をよぎる中、勇者一行は魔王の元へと足を確実に進めていきました。あ、これ第1話終わりなのね。やばい、結構早いな。よし、このまま第2話続けてやろう。第2話、この橋渡るなよ。絶対渡るなよ。いいね。勇者一行は着々と魔王の城へ向かいます。しかしたどり着くにはまだまだ時間がかかりそうです。そんな中、仲間のジバンは2人に声をかけました。そろそろ橋が見えてくる頃だ。順調に魔王の元へと進めてはいるが、気を抜くなよ二人とも。天狗にならないようにな。なんと答えますか？それ、いや、まだ成敗必要ないか。分かった、気をつけるよ。俺がやれば魔王なんてちょろいから大丈夫だぜ。お前別の世界線のお前スライムにボコボコにされてんだからな。天狗じゃなくて やっぱり出てきた。これ絶対一番ごとに山田選択肢あるでしょ。いや、やりたいな。どんな反応するんだろう。いや、僕の名前天狗じゃなくて山田なんですけど。そうあなたは言い放ちました。突然発した勇者による謎の発言に仲間たちはとても戸惑ってる様子です。わかった、もしやどこかで転んだな、そして頭を打ったんだろう。後で頭大丈夫か私が見てあげるっすね。まあ本人がそう言ってるのであれば、とりあえず山田と呼ばせてもらおうか。結局こうなんだ。これでも一番平和な選択肢だよね。もしかしたら死ぬ可能性もあるからな。やり直すけどね。俺はあくまで勇者アホとして進みたい。俺がいれば魔王なんてちょろいから大丈夫だぜでしょ。俺がいれば魔王なんてちょろいから大丈夫だぜ。あなたは自信満々にそう言い放ちました。いや、頼もしいのはいいことだが、油断は禁物だということを頭の片隅にでも置いといてくれよ。さすがっす兄貴、一生ついてくっす。いいね。森の中さらに奥へと進んでいくと、そこには大きな川がありました。これじゃん、まあ、これじゃん、橋。これ渡っちゃいけないんでしょ。
そこにはとても古臭い木の橋と一つの看板が立てかけられていました。この橋危ないから渡るな。じゃあ立てんな。その看板を読んでみると、この橋危ないから渡るなと書かれています。いやー危ないので倒しておく。いやどうしよう、真ん中を渡る。いややってみていい。これ例のトンチを知っていたあなたはドヤ顔で、橋を渡らずに真ん中を取れば危険じゃないんだよと言いながら、やばいやばい、これ好きだ俺。なんということでしょう、あなたは川の真っ逆さまに押し入ってしまいました。でも幸いなことにあなたには二人の心強い仲間がいます。どちらに助けを求めますか。シェイラだろ。いや運命を受け入れんな。シェイラ、シェイラ助けて。そうあなたは叫びました。するとシェイラはこう答えます。任せてください、治療魔法は大の得意なんで、思う存分押してもらって大丈夫っす兄貴。遅いだろ。その直後、助けを求めるのに必死だったあなたは真下の岩に頭から激突してしまいました。足んなね。強く頭を打ちつけた勇者は仲間に運ばれて一度クリニカルに必ずでも生きてんのすごくない。その後シェイラの治療魔法により、治癒魔法により外傷はなくなったものの、なんと記憶をなくしてしまったのです。自転車の乗り方に関する記憶を、いい年して自転車の乗り方を忘れてしまった勇者はもう魔王たちどころではありませんでした。勇者としての活動を一時休業し、仲間に自転車の後ろ部分を持ってもらったりして、いや必要ある。てかこの世界に自転車あんの。じゃ全員自転車で行けよ、歩きじゃなくて。さあここはちゃんと仲間に頼ろう。自分で考えるのはめんどくさいから、橋を渡る方法を考えてくんない。お前な、あなたはこの橋をどう渡るか仲間に相談しました。うん、まあそうだな、橋は無視して俺が魔法でみんなを向こう岸に瞬間的に移動させよう。お前めっちゃいいやつや。いいやつじゃない、お前めちゃめちゃ有能やね。このぐらいの距離なら何の問題もなく移動できる自信があるが、どうする。どうしますか。怖いし危険そうなとことある。どうしよう、この方法で絶対いけそうなんだけどね。ただこのG1もなかなかアホなんじゃない。結構手前らへんでなんか結局下に落ちちゃうみたいなありそうじゃない。まあ、やってみるね。その方法で橋を渡ろう。そうあなたはG1に伝えました。承知した。そういったG1は2人の体に触れたかと思うとヒュンと音を立てて、あっという間に橋の向こう側に移動しました。え、めちゃめちゃ簡単にいけたやん。ちょっと待って、それは予想外すぎる、やめて。お前おもんないから断ろう。怖いし危険そうだし嫌です。あなたはそうG1に伝えました。シェイラがなんか教えてくんじゃない。そうか、ごめん、俺はこれくらいしか方思いつかないから、他に渡る方法がないか考えてみてくれないか。そう言われたあなたは他に方法がないか再度考えてみることにしました。どうしますか。おー結局こうなんだね。橋倒してみる。あ、え、ジバンは何をとちくらったんだと呆れながら橋に襲いかかるアホを問いたらした。しかし効果はない。シェイラはアホに精神状態。シェイラもちょっと喉おかしくなってきちゃった今。シェイラ割とまともなんだね。あなたの行動ターンが回ってきました。どうしますか。フライヤーしに挑発する。アホは橋にかかってこいよと挑発しました。ジバンはアホを止めるために川の水に魔法をかけた。川の水は竜へと姿を変え、アホに襲いかかります。ちょっと待て、おいジバン。あなたは濡れたことによりしょんぼりしてしまいました。頭冷えたか。ジバンは低い声であなたにそう語りかけます。さっさと進むぞ。そういったジバンは荒っぽく二人の体に触れたかと思うとヒュンと音を立てて、あっという間に橋の向こう側に移動しました。これが結局正解なんだね。あ、濡れてる、すごい。そんなこうなる、なんとか橋の向こうを渡れた勇者一行はさらに奥深くへと歩を進めます。なんかいる。するとそこに一人のジバンずつ、まだ濡れてる。いいな、すごい凝ってんなこれ。そこに一人の中年の男性が座っており、店を構えていました。その商人があなたたちに気づくと嬉しそうに明るい声で話しかけてきます。ああ、こんにちは冒険者さんたち、よかったらうちの商品見ててくださいね。ここは冒険に便利な乗り物専門店ですよ。空飛ぶほうきや魔法の靴、何でも揃えております。
それを聞いたシェーラーは目を輝かせて、あなたの服を少し引っ張り、おねだりをしてきました。正直、私ちょっと疲れちゃったっす。兄貴、何か買っていきませんか？いや、何と言いますか？いや、買わないよ。疲れたのなら俺に乗ればいいじゃないか。あ、いや、いい、これにしよう。疲れたのなら俺に乗ればいいじゃないか。そう言いながらあなたはシェーラーに腰をつけしました。これ四つん這いになってんのかな、これ。え当たり前ですが、シェーラーは慌てている様子です。見かねたジバンがあなたの尻に音つきました。おい、いいだろこんくらい、パーティーなんだからよ。これぐらいさっさと買ってやればいいだろ。変な行動起こすんじゃない。まあ、金あんだ。資金管理係のジバンはアホをにらみつけながら財布を取り出しました。大人数での移動ならこの辺りがおすすめですよ。そう言いながら商人は3つの商品を目の前に並べて見せてくれました。1つ目は大きなほうき。でもこれ3人乗れんの。2つ目は空飛ぶ絨毯。3つ目はセグウェイでした。ちょ待って、俺ダメだ、ちょ脳おかしい今日。もう笑いすぎてダメだわ。タイム、よし。3つ目はセグウェイでした。どれにしましょう。兄貴が決め、兄貴ケツがめてください。どうした、シェーラちゃん。うん、いや普通に絨毯でしょ、一番いいの。ほうきちょっと安定性悪そうじゃん。セグウェイかな。セグウェイのちょっと図見たいんだけど。ごめん、これやり直す前提でセグウェイにしていい？俺ちょっともう全部の選択肢見たいレベルで、このゲーム大好きになっちゃった。まあ自分でやりたいようにやろう。セグウェイを手に入れた。でもこれ一人用だよね。ちょっと変わった乗り物だったので、ジバンは商人に詳細を聞きました。いや、チャリあんのにセグウェイねえんだな。これは見たところ一人乗りっぽいが、魔力がないものでも乗れるのか。うちのこの勇者は魔法が使えない体質なんだが。あら、珍しいですね、そんな方がいらっしゃるなんて。ですね、それは大丈夫です。魔力が少ない人でも乗れるように電気を使用してる乗り物なんです。ただ水の耐性があまりなくて言い忘れていたんですが、お客さんびしょ濡れの方がいますよね。ちょっと待って、これこういうつながりがあんの。あなたは乗れないですね、これ。申し訳ないです。そうなのか。おい、アホ、それはダメだ、手を離せ。セグウェイを手放した。どうしても乗りたいよ、どうしてもセグウェイに乗りたい、乗りたい。あなたはその気持ちを最大限に伝えるべく、床に寝そぶり両手足をジタバタさせてダダをこねりました。二人は呆れた顔であなたを見下ろしました。え、シェーラちゃん、君も割とアホのタイプだと思ったけど違うの。そこでジバンが少し悩んだ様子でゆっくりと口を開き、あなたにこう伝えました。あった、俺がセグウェイに乗れるようにしてやる。ただし2分の1の確率で吹っ飛ばされる危険があるが、それでもいいのなら魔術をかけてやる。どうする。ちょっと、そんな危ないことしないでくださいっすよ。ダメっすよ兄貴、セグウェイは諦めましょうね。かけてもらうだろう。あなたは覚悟を決めたとジバンに伝えました。ジバンは静かにうなずくと早速呪文を唱え始めました。もうやりすぎだろおい。てかもう乾いてんじゃね、アホ。すると目の前に巨大な風の渦が出現しました。それは徐々にあなたの方へと向かってきます。あなたは爆風の中で必死に吹き飛ばされないように耐え続けました。数秒後無理でしたじゃないんだよ。なんだこれ、もう作者天才。俺ほんとツボなんだけど。これ耐えかねた体は血を舞い、あなたは吹っ飛ばされてしまいました。あ、終わったな。勇者は風によってなんと元来た国まで吹き飛ばされてしまいました。そして勇者はそのことを強く恥じます。風程度に負けていて魔王に勝てるわけがないと。その日から勇者は己を一から鍛え上げるための訓練を始めることにしました。春の日も雨の日も風が強い日もシェーラに風邪ひくからやめてくださいっすと言われながらも、今日も元気に訓練に励みます。なるほどな。うん、なんかさ、もう絶対に魔王に勝てなさそうだけど、なんかこのパーティーいると絶対楽しいよね。風の子勇者、お前風の子になったんか、アホだなお前。これ橋に通常攻撃したらどうなんだろうね。アホは全身全霊の力を発揮させ橋に物理攻撃を仕掛けた。結構なダメージ与えたね。危ないよ、じゃあ倒れた。どうしますか。素直に謝る。てかこいつ何で戦ってんの、剣あんのこいつ。いや危なかったねと二人に話しかける。ドヤ顔する。好きだわお前。
地盤からの攻撃が受けたら大成功ですし、そのまま顔の中で押しいてしまいます。あ、すまんつい兄貴。その後、あなたは仲間の助けにより何とか川から引き上げられました。で、こう繋がるのね。結局濡れた状態なんだね。まずこれ、矢買わないのはやめよう。まず俺に乗ればいいじゃないか。この世界線に行こう、まず必ず。で、ほうきでしょ、で、絨毯でセグウェイでしょ、で、まずセグウェイでしょ。で、一回諦めよ。そう、一回諦めよ。セグウェイは必ず選ぼう。で、別の商品でもう一回セグウェイ行く。さっきの話を聞いてなかったのか。それは乗れないんだって。ダメか。いや、どうしよう。ほうきやってみる。いや、でも絨毯か、さすがに。いや、ほうきにしよう。大きなほうきを手に入れた。早速乗ってさっさと出発しようが。じゃないと日が暮れてしまう。地盤がほうきを手にし、二人にさっさと乗るように促しました。さあ、乗れたんだ。これこっち先端じゃないの。こっち先端なんだね。逆じゃね、違うのかな。三人は乗り物に乗り込み、商人に見送られながらその場を取りしました。さて、そんな数がおい、どうしたお前髪。まあ、そう、普通はこうなるよね、髪。結構なスピードだったら。シェーラーちゃんの髪がすごいってことだよ。さて、そんな数々の困難を乗り越え、先へ進んできた勇者一行でしたが、移動している途中でそろそろ月が暮れ始めてきました。あと、湿っていた勇者もすっかり乾きました。一度、食事や睡眠などの休息を挟むべきじゃないかと全員が考えていたその時、ジバンが一つの提案をします。ここを少し行った先に、コンプレアンノという一つの町がある。そこへ休憩と準備のために寄っていかないか。このまま暗くなった森の中で野宿するよりかは断然いいと思うんだが。ん、夜でしょ。あ、そこにいたの。あ、これ勇者の髪だと思ってた。ここにいたのね。町に寄ることは賢明な判断だと言えるでしょう。そう思ったあなたは、地盤の町に寄るという提案を受け入れました。1時間ほど移動すると、おお、その目的である町が見え始めます。町に入るべく、勇者一行は入り口付近に降り立ちました。これ2は終わりなのかな。見てみると、その町は大きく厚い壁に囲まれ、門の付近にはいかにも手だれそうな門番が2人もいます。さすがに魔王の国から近い町というだけあって、防護対策は万全なようです。さあ、町に入ろうとした時、その時でした。足元にある看板に注意書きが書かれていることに気がつき、あなたはそれに目を通しました。そこにはこう書かれていました。赤い人侵入を断り。なんで魔王城に一番近い町コンプレアンノ。え、もう一番近いんだ。なんで赤い人ダメなの。どうやら赤い人はこの町に入れないようです。あなたの服装は全身赤色なので、この町に入れないかもしれません。これからどうなってしまうのでしょうか。この魔王を倒す勇者たちの冒険は、休憩することすらも一筋縄ではいかないようです。あー、いや、これで終わっちゃったけど、ちょっと絨毯パターンも見たくない。絨毯見ていい。多分あんま変わんないかな。まあ一応絨毯やってみよう。空飛ぶ絨毯を手に入れた。早速乗ってさっさと出発しようか。じゃないと月が暮れてしまう。ジバンは絨毯を手にし、バサッと広げました。どうしますか。なんでじっと見んの。じっと見てる。なんだよ。サニー。いや、なんだったんだよ。こいつなんなんマジで。ちょっとおかしいな、性格。さて、そんな数々の女の子が先に進んできた。ああ、閉めた。結局乾くんだね。なるほどね。まあ、ここら辺から同じだってことか。ごめん、もう1話やっていい。ちょっとさ、第3話、魔王城に一番近い町コンプレアンノ。ほう。勇者一行は魔王城へとたどり着く前に、一度準備をしておこうと町に立ち寄ることにしました。しかし、赤い人は立ち入り禁止という看板が立ってるみたいです。あなたは赤を基調とした服装をしているので、看板に書かれている赤い人に当てはまるのではないかと、その場の全員がそう考えます。どうしますか。あ、くん出た。やっぱあるよな。ちょっと忘れかけてたけど、もう恒例だしやろう。赤い人じゃなくて山田なんですけど。そうあなたは言い放ちました。突然発した勇者による謎の発言に、仲間たちはとても戸惑っている様子です。急に何を言い出すんだ。山田だろうが何だろうが、兄貴が赤い人ってことは変わりないっす。まあ本人がそう言ってるのであれば、山田と呼ばせてもらおうか。自分必ず山田としては OK なんだね。結構突っ込むくせに。山田に関してあんま突っ込まないのなんなお前。お前失格だぞ。突っ込み
やり直すね。いや、堂々と入ってみたいし、服も脱ぎて。堂々と入ってみていい？服が赤い人じゃなくて、好きな色が赤い人が立ち入り禁止なのかもしれないし、そう考えたあなたは堂々と町の門をくぐることにしました。門の前には2人の門番が立ち構えています。シェイラは何も言われることなく門を通り抜けられました。堂々としていたアホも何も言われることなく門を通り抜けられました。ジバンだけが2人の門番に止められ声をかけられました。ちょっと身体チェックさせていただいてよろしいですか？俺のどこが悪いって言うんだ？戸惑うジバンに門番たちはつかみかかります。急につかみかかれたジバンは焦った様子で抵抗しました。どうしますか？門番殴りジバンを助けるいいなこれこれいいな。おとなしくするんだこのクソハゲ野郎。あなたはそう言って門番と一緒にジバンにつかみかかります。うわ、お前誰だよいや、通ったろ。何をするんだアホ。その場の全員が今の状況の意味を理解できず混乱しています。身体チェックをさせてほしいだけなんですか？無味苦茶になりながらも己の仕事を完遂しようと門番の一人がジバンのフードに手を伸ばします。それに気づいたジバンは焦った様子で杖を握りました。やめろ貴様らなんでシェイラも。シェイラかわいそうだろそうジバンが叫ぶと上空に大きな黒い雲が現れ、ジバン以外のその場にいた全員が雷に貫かれました。あなたは意識を失いました。終わり。焦ったジバンの暴走で雷に疲れた周囲者とシェイラファー、ジバンによる運ばれて国に帰ることとなりました。ダメージを受け痛い思いをしたはずなのに、頭が真っ白になり全身が貫かれたように響くあの感覚、勇者はなぜかそれが忘れられません。もう一度雷に打たれたいと思うまで思うようになりました。勇者は確信しました。そう、この気持ちはきっと恋であると。もう一度会いたい、あの雷に。淡い恋心に支配された勇者は魔王退治どころではありません。勇者と自然現象の恋、果たして成就するのでしょうか。いや、知るか。さあ脱ごう。服が赤いことがダメなんならば、いっそのこと全部脱いでしまえばいいじゃないか。そう思ったあなたはおもむろに服を脱ぎ始めます。キャー。シェイラはその様子に驚き悲鳴を上げました。その声を聞きつけて門の前に立っていた門番が全力疾走でこちらに向かってきます。何をおしゃれな貴様。あなたは門番に捕らえ押さえられてしまいました。シェイラー、君めちゃめちゃまともやん。暴れて門番倒そう。話せあなたは雄たけびを上げながら力いっぱい腕を振り回し、門番による拘束を振り払います。その後反撃として二人に拳を振り上げたその時でした。門番の一人が命の危機を感じ、あなたに転送魔法をかけたのです。あなたは罪人として仲間の助けも届かない牢屋へと転送されました。あなたの冒険はこんなところで終わってしまいました。どうなった？裸で暴れた勇者は当然のごとく捕まってしまいました。その後仲間の特にシェイラの助言により牢屋から出ることができた勇者でしたが、勇者が罪を犯して捕まったという噂はたちまちに広がり、魔王退治どころではなくなってしまいました。清く正しく、そして強くみんなを守ってくれる、そんな立派な勇者像は崩れ落ちてしまったのです。しかしちょっと悪いぐらいがかっこよくね、そう思った勇者はちょい悪勇者、元にダークヒーローとなって再度復帰を目指し日々努力を始めました。うん、俺も普通のヒーローよりからダークヒーローの方ちょっと好きだから、うん、それはちょっと履き違えてる。これ普通に門番ぶん殴った方がいいのかな俺の仲間に何をするんだ。そうかっこよく叫びながらアホは門番をボコボコにしました一番やばいだろさすが勇者と呼ばれるだけあって、あなたはとても強く数秒でその場を制圧してしまいました。勇者ってもこれ拳タイプなんだね。ありがとうアホ。しかしちょっと手荒すぎるんじゃないか。なんてことだ、俺たちがこんなに簡単にやられるなんて。増援を呼ぶんだ今すぐ。待ってくださいっす、私たち怪しいものじゃ。そうだぞ、まずお前たちがいきなり掴みかかったから悪いんだろう。ジバンとシェイラは門番に対して必死に弁解をします。身体チェックをさせてくれってちゃんと言ったのに。でもジバンの姉貴には赤いところなんてどこにも見当たらないっすよ。なんで身体チェックする必要があるんすか？顔じゃね？髪とか。すると門番の二人は目を若くして言いました。いや、そこの彼は兜をかぶってて顔がきちんと見えないじゃないですか。赤い人っていうのは目が赤く染まってる人のことだぞ。それそう書けよ。それは違うだろ。
最近はどこもかしくもこの話題で持ちきりなのに知らないのか。初耳だな。なんだ。勇者一行は赤い人についてボンバンからより詳しく聞くことにしました。最近凶暴な魔物が増えてきてるんだが、それと同時になぜか凶暴な人間も増えてきてる問題が報告されてるんだ。アホじゃない。こいつ橋に喧嘩売るんだよ。その凶暴な魔物、人間には同じ特徴があることが最近発見されて、それが赤いということなんだ。凶暴な魔物は基本的に爪や舌などの体のどこかしらが赤く染まってることが多くて、凶暴な人間は瞳の色彩に赤色が出ることが多い。これは魔王の何かの企みによる影響じゃないかとも噂されてるんだ。だからこの町でも赤い部分がある人間は立ち入り禁止の条例を出してるというわけだ。なるほど。瞳が赤いのは魔王の。確かに最近魔物が暴れてるとだけは聞いてたっすけど、人間まで暴れてるのは知らなかったっす。門番がそう話し終わると、ジバンの方へ向き直りこう語りかけました。ということなので、そこのあなた、目の色彩を確認するためにその兜をもう一度脱いでもらっていいですか。承知した。顔見たいよ。なんで見せてくんないの。え、何こいつ。ジバンはフードと兜を少し浮かせるようにして、目の色彩が確認できるようにと門番二人に素顔を見せました。その素顔を見た門番たちはハッとした表情になると、次に申し訳ないような罰が悪いような、そんな何とも言えない顔をしてこう言いました。問題ありません。お手数をおかけしました。どうぞお入りください。何何なの。申し訳なく感じるの。で、顔がとんでもなくブサイクなの。何なの。そんなこんなでようやく勇者一行は町に足を踏み入れることができたのでした。いろいろあったけど、なんとか町に入ることができたっすね。もう入れたね。ああ、早速だが休憩や資源の調達を始めようか。私お腹空いたから料理店でご飯食べたいっす。いや、飯の前に先に雑貨屋に行って資源到達ってパカとこうたちっかぱっちゃ。どうした。アホな兄貴はどこがいいと思うっすか。決めてくださいっす。いや、俺はまあ料理、いや、お前セーブしよう。やばいやばい、セーブを忘れてるな。今日はもう休む。雑貨料理店、まあ料理店付き合ってあげるね。全部見たいわ。まずご飯食べに行こっか。どうしたこいつ。にこやかに笑いながら、あなたはシェイラにそう言いました。やったっす。シェイラは嬉しそうです。ということで、勇者一行は料理店にやってきました。店に入ると早速店員が話しかけてきます。いらっしゃいませ。お客様は3名様でよろしいでしょうか。何度答えますか。まだ。なんで大様だけ2つあんのパターン。やるか。お客様じゃなくて山田なんですけど。そうあなたは言い放ちました。は突然奇妙な自己紹介を始めたあなたを全員が好奇の目で見つめています。3名で大丈夫です。 はい。では席にご案内いたします。行くぞ山田。行きましょう山田兄貴。もうなんか勝手にもう山田なるんだねこれ。で始まんな普通に。はい、そうです。はい、そうです。あなたは元気よく答えました。ではこちらにどうぞ。お、店員に案内された席に勇者一行は座り込みます。横に並ぶんだね。そして店員は目の前にメニュー表を置いていきました。いいね、シェイラちゃんのこの表情かわいい。ごゆっくりどうぞ。まず何か飲み物を頼もうか。そういった地盤はウーロン茶を。ウーロン茶あるんだ。シェイラは少し悩んでフルーツオレを注文しました。この世界観なんかなんだ、結構現代っぽい。そうよ、茶。何を注文します。タピオカミルクティー、赤い木の実、何でもいっぱいあるなこれ。悩むシェフの気まぐれジュース、絶対やばいやつだ。あ、でもシェイラに頼むのもいいな。まず気まぐれジュース頼むか。あなたはシェフの気まぐれジュースを注文しました。なんだそれ、よくそんなもの飲む気、頼む気になれるな。チャレンジャーっすね兄貴。すると店員がおぞおぞと申し訳なさそうな顔で一言あなたにこう話しました。あの、このシェフの気まぐれジュースなんですけど、本当にシェフの方が思いつきと気まぐれだけで作るので、安全と味の保証はできませんが、それでもよろしいですか。こいつの顔。もう覚悟できてんだな。それでも頼むよ。大丈夫です、これをください。あなたは店員にそう伝えました。おい、本当に大丈夫なんだろうな。倒れたりしても俺は知らないからな。軽い中毒程度なら治療できるんで。中毒なるのかよ。一応準備しておくっすね。そんな仲間からの心配を受けながら、あなたはシェフの気まぐれジュースを注文しました。
何これ、ん、これ柄か、柄だよねこれ。その後運ばれてきたそのジュースは黒く濁っており、独特な石を放ち多大なる存在感を発していました。仲間のジバンとシェーラは不安そうにこちらを覗いていました。でもせっかく注文したジュースなので、試しにあなたはそれを一口ゆっくりと口に運びました。その瞬間、世界が変わります。頭の中に閃光がしきりに明滅し、辺り一面が真っ白になったかと思うと、七色の色彩が駆け巡り花を咲かせます。その花も時期が過ぎると枯れ果ててしまいますが、それでも人類は踊るのをやめないのです。その街は廃れるという言葉とは無縁であると言えます。マンボ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 、腰を手のひらを関節をしきりにうねらせ叫び声を上げます。ああそうか、人生ってこういうことだったんだな。あなたは今人生の極地に立ってるのです。それを教えてくれたのは必然でも運命でもありません。そう、ただの気まぐれ、一人のシェフの気まぐれでした。そうしてあなたは意識を手放し机の上に倒れました。何これ、何が入ってたの。シェフの気まぐれジュースを飲んで倒れた勇者は仲間に一度いやマジでやばいだろ。これシェーラの治療魔法も効かなかったってことでしょ。何入れてんだよ。勇者はその日から世界が一変したように見えました。勇者の中で渦巻いていた迷いは魔物への憎悪が払拭され、悟りを開いたとでも言うのでしょうか。とにかく勇者はとても穏やかな気持ちで出ました。そして魔王や魔物は前世で罪を犯した罪が罰としてちょっと多くね、清らかな心魂を持つ勇者である自分自身が罰を下し作ってやればならない自身ができ、まずは身近な魔物と助かりしました。以前とほとんど何も変わってないように見えますが、勇者の気持ちは全く違います。憎悪ではなく慈悲の心で戦うのです。ジバンとシェルはそんな勇者が正気に戻るまで気長に待つことにしました。まあ逆にまあアホからいいやつになったところでしょ。ちょっと無理だねやっぱ。いやごめんなさい、ちょっと休憩しました。ちょっと笑い疲れました。面倒なのでシェーラーに、どうしよっかな。ここら辺いいんだけどな。ちょっとシェーラーちゃん好きだから。あなたは考えるのが面倒になり、代わりにシェーラーに頼んでくれと頼みました。その顔よ。なんかエロい。お前なんか今後シェーラーに手出すだろ。じゃあ兄貴が好きなホットミルク頼んどくっすね。お、好きなもん知ってんだ。その数分後、目の前に置かれたその飲み物を勇者一個は口に含みました。かわいいシェーラーちゃん、とっでも美味しい。気持ちが満たされていくのを感じます。料理の注文も終わり、しばらくしてからシェーラが自身のフルーツオールをあなたに差し出しながらこう言いました。このフルーツオールすっごく美味しいっす。よかったら兄貴も一口飲んでみてくださいよ。シェーラ、これは親だな、これ親だな、俺もシェーラ好きだな。何の抵抗もなくにこやかに笑うシェーラは、あなたがこのストローが刺さったままのジュースを飲むことを望んでいるようです。だってねえ、なんもうね、数分休んだだけであいつの名前忘れちゃった。もう一人ごめん好きなんだけど、なんかもうシェーラとさ、アホの存在感強すぎて、ちょっと名前忘れちゃった。ちょっとどうしよう。いやどうしよう、ストローを食べる。いや食べよう。あなたはありがとうと伝え、シェーラの唇が触れたストローを口に送りました。このストローすっごく美味しいね。シェーラは困惑して寄せられた見つめて直後、ジバンの杖の背中からためかけ飛んでいきました。ちょっと待って、お前これ絶対、何これ、シーフードカレーだからこんな色してんの。お前なかなか頭おかしいんだろ。普通だしな、アホは。ね、食えよ。なんかあんま美味しくなさそうなたい焼きかな、これ。たい焼きだよね。そんなこんなでその後何事もなく食事を済ませ、待って、俺シェーラー関連全部見たい。ちょっと待って、見たいの。なんでお前こんな笑顔なの。ソロ使ってのもちゃんと完成。お前全部面白い、お前すごいよ。もう何から何まで面白い、お前アホ。あなたはありがとうと伝え、平静を装いながらシェーラーの唇が触れたストローに口をつきました。めっちゃ美味しいっすよね。あなたがうなずくと、シェイラはとても満足げでした。おい、最高かよ。勇者一行は料理店を後にしました。美味しかったっすね。次はどこに行きますか。あ、これ全パターン見れるんだ。雑貨屋行こう。次は雑貨屋に行こう。あなたはそう言います。そうだな、あ、ジバン、はい。ということで、何これ、雑貨屋で何でも。ということで、勇者一行は雑貨屋にやってきました。店に入ると、店員らしき人、おい、これ山田ないよな、また。いらっしゃいませ、お客様。
ゆっくり見ていてくださいね。おー、あるな、やっぱり。すぐ分かっちゃうよ、山田だろ。お客様じゃなくて山田なんですけど。そうあなたは言い放ちました。全員があなたを好奇な目で見つめています。そっか、そうだったんすね、山田の兄貴。失礼しました、山田様。いや、失礼なのはこの山田なんじゃ。それな、もういいって山田は。さあ、アホとして行くぞ。どうも。どうも。店員の声掛けにあなたはしっかり返事をしました。ざっと店内を見渡してみると、とても品揃えがいいようで、様々な道具が置いてありました。そこで資金の管理係であるジバンが、まるで母親のようにこう言いました。一つまでなら好きなものを何でも買ってやる。どれか選ぶんだ。やったっす。そう言われたあなたとシェーラはウキウキしながら店内を見て回り始めました。どれを買ってもらえますか。店もうお前すごいな。いや、お花のブローチもこいつ買う必要あるか。シャボン玉セット。これは絶対ジバンが怒るな。店買おう。この店を買い取らせてもらおうか。あなたは店員に一言そう言いました。ジバンのダメに決まってるだろう。何でも一つだけって言ったじゃないか。だから店を一つ買うんだよ俺は。あなたはそう叫ぶと、店員はいそいそと奥から店の売買についての契約書なるものを取り出してきました。お前もすごいな。そしてあなたはそれに迷うことなくサインをしました。おい、アホ。そしてあなたは勇者ではなく、この店の店主となったのです。町にあるとある一つの店を買い取った勇者は、その店の店主となり経営を始めました。昔の夢は店を経営して億万長者になるだったことを思い出した勇者は、その夢を叶えるために一生懸命働きました。しかしやはり自営業というのは大変で、何もかも一人でこなさなければなりません。王様に雇われていた頃を思い出しながら格闘の日々を過ごしました。長い年月を経てようやく経営を軌道に乗せることができた勇者は、今日も元気に店を開きます。魔王は？これさ、お花のブローチ買ってシェーラにプレゼントできんじゃね？お花のブローチ買って？あなたはそうねだりました。なぜそんなものを？まあいいけど、だってろくな選択肢ねえんだもん。お花のブローチを手に入れた。終わり？これ後々シェーラにプレゼントできたりすんじゃねえの？欲しいものも手に入れ、必要なものも買い終わった勇者一行は雑貨を後にしました。今日も休もうか。あなたはそう二人に伝えました。やることは大体済ませたよな。そうっすね、兄貴の言う通り、そろそろ宿探ししましょう。これ一人一人の部屋なのかな、それとも一つでみんなで泊まるのかな。勇者一行は今日泊まるべき宿を探してみました。これワンチャンシェイラとね。そして少しボロい一軒の宿屋に前にやってきました。宿屋に入り、カウンターの店員に話しかけます。お帰りなさいませ、お客様。メイド喫茶？今日はどういったお部屋に泊まられますか？何と答えますか？出た。ちょっともう。また？もういいよ、やるよ。お客様じゃなくて山田なんですけど。そうあなたは言い放ちました。全員があなたを好奇な目で見つめています。あの山田様でしたか。申し訳ございません。気がつかなくて、今日はどうします？店員は他の誰かと勘違いしてしまったようです。その状況に面倒くさくなったジバンとシェーラは、なんとなく話を合わせることにしました。そっか、兄貴はあの山田だったんすね。今日はどうするんだよ、まだ。ちょっと待って、もう本当に山田推し何なのこれ。さあ、アホに戻ってきました。どんな部屋が空いてるの？どんな部屋が空いてるの？あなたは店員に問いました。今日はお客様が少なくて、基本どんな部屋でも空いております。一人一部屋でも大部屋でも宿泊可能ですよ。いやー、ジバンだけ一人にしよう。お部屋だろ。みんなでお部屋に泊まろうか。あなた二人にそう意見を伝えました。しかし男女同じ部屋ってあまり良くないんじゃないか。シェーラも普通に嫌だろ。いや、私は二人となら別に構わないっすよ。そうなの？おい、ジバンがちょっとみだらなことすんじゃね。では鍵を渡しますね。でもテンション高っ。あいつ。そしてお部屋を借りた三人は、今日はとても疲れたからという理由でさっさと寝ることにしました。シェーラ可愛い。シェーラ。寝る前の準備を済ませ、勇者一行はベッドに潜り込みます。これジバン寝た、なんかさ、ちょっともうなんか現実感あるやん。ちょっとボタンで電気消すやつやんこれ。やめ、この世界観何。
でもジバン寝た後にもうアホは多分シェーラと何かするな、するつもりのせいで絶対来るなこれ。ああ、じゃあ明かりを消すぞ。おやすみなさいっす。部屋は一瞬で真っ暗になりました。そして二人とももう眠ってしまったのか、あたりはしんと静まり返ります。好きな人いるのとジバンちょっと待って、もう眠る以外は絶対、これ眠るは絶対ない。ちょっと一回セーブしよう、これめどっちもやりたい。これはさあ、ちょっとお楽しみは後に取っとこう。ジバンに聞こう。ねえ、好きな人いるの？あなたはこっそりと小さな声でジバンに話しかけました。しかし返事はありません。これもうめんどくさくて無視してるかガチで寝てるかどっちかだよね。どうしますか？もう寝たのもう寝たの？あなたはしつこくジバンに話しかけます。しょうもないことを話してないで早く寝るんだ。ジバンは相手にしてくれなさそうです。どうしますか？好きな人いるんでしょ？あなたの気分はすっかり修学旅行です。やれやれとした様子でジバンはこちらを振り向きました。お前それで寝てんの？あ、見える顔、あ、傷があんのか。そういうことか。絶対傷、え、赤い目だぞ。ジバン、ジバン、ちょっとなんか、え、雲行き怪しくない？その際、兜をつけていないジバンの素顔がちらりと少しだけ見えました。部屋が暗いことと、フードをかぶってるせいでよくは見えませんでしたが、片方は紫、もう片方は赤い瞳をしていて、赤い瞳の方の皮膚が少しだけただれていました。その素顔に、あなたの心が少し痛みます。そして、ジバンはこう話しました。他人の好きな人を知りたい場合は、まず自分から言うべきだと思うぞ。お前はどうなんだ？いや、これ聞きてえな。まずこれだな。あなたは規制を発しました。動揺してるのか？本当に、いるのか好きな人。ごまかすんじゃない、教えろ！なんてふざけながら、男同士のむさ苦しい恋バナをしてると、徐々に眠気に誘われ、あなたは深い眠りに落ちました。ちょっと待て、いや待て、これはちょっとやり直させて、ちょっとこれ全部気になるね。これちょっと見たいでしょ。これでしょ。これめっちゃ気になるやん。ジバンは片目が赤いけど、どうしたの？あなたがそう言うと、ジバンはキョトンとした顔でこう答えます。どうしたの？と言うと、あ、この町に入る時の話か。片目だけつぶってやり過ごしたんだ。あの門番たちに一から説明するのも面倒だろ。反魔物？なのか。まったく、魔王は本当に厄介な存在だよな。アホもそう思うだろ。そうだね。ちょっと、え？ちょっと、え、なにこれ？ちょっとめちゃめちゃ気になるんだけど。おい、ちょっと待て。え、ロードするよ、俺。え、ジバンマジで気になるんだけど。これやるか。俺は好きな人いねえよ。でもそういう聞き出するってことは、ジバンはいるんだな、好きな人。いない。俺もいないぞ。これ両方シェーラ好きだったらちょっと、ねえ。またまた。なんて男同士のむさ苦しい恋バナをしてると、うん、ちょっと、うん、まあ、もう全部見たから、もう俺の一番の楽しみやろっか。シェーラちゃん。ねえ、好きな人いるの？あなたはこっそりと小さな声でシェーラに話しかけました。シェーラ起きてるだろ。え？おぉ？シェーラ？シェーラは顔を赤くしてこちらの方を見てきました。明日も早いんで早く寝てくださいね、兄貴。そうそっけなく返事をするとシェーラはそっぽを向いてしまいました。ごめんねと。なんでやねん、もっと責めろよお前。シェーラになんでちょっと優しいんだよ。ごめんね。あなたは一言謝りました。怒ってないっすよ。おい、クスクス静かに笑いながらシェーラはこちらに向き直ってくれました。眠れないっすか？はい。じゃあ兄貴が寝れるようにお手伝いするっすね。そう言ったシェーラは手をあなたの方に伸ばし、そしてそっと触れてきました。何この天使。その手のひらからはじんわりと優しいシェーラの体温が伝わってきて、とても心地がいいです。一番いい回復薬は睡眠っすからね。よく寝てください、アホ兄貴。いいね。温かいぬくもりとその優しい笑顔に眠気に誘われたあなたは深い眠りにつきました。アホ、お前でも好きだよ。うん。眠りについてどれほど時間が経ったでしょうか。こいつ魔王なの？これはこれはねえ、ねグラマラスで
あなたは多少の寝苦しさを感じ、うっすらと目を開きました。すると視界に奇妙なものが映ります。なんだろう、夢だろうかと大して気にも留めず、あなたは再度眠りにつこうとしました。しかし奇妙なそれは徐々に近づいてきて、あなたに語りかけました。ねえ起きて、勇敢な勇者様。聞き覚えのない女の声が聞こえ、これは夢じゃない、そう思ったあなたは目を見開き、ベッドから飛び起きました。すると目の前には妖艶な雰囲気を漂わせた少し幼い見た目の一人の女が立ちはだかっていました。こいつ魔王だったらちょっと倒しづらいな。その女は一見人間のように見えましたが、体のところどころに見える奇妙な強さが弱者かやくげ、彼女が魔物の類であることを物語っています。きっと魔王の仲間だ、そう思ったあなたは体が身構える感覚を覚えました。しかし今まで眠っている勇者一行を目の前にしていたというのに、彼女は一向に襲ってくる様子はありません。彼女らの目的は何なのでしょうか。一体魔王は何を企んでいるのでしょうか。勇者たちの冒険は一筋縄ではいかないようです。ささ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 、最後に一言あなたはこう言いました。つお、一体何を企んでるんだ。ふざけるのも大概にしろ、魔法の使い、魔法じゃねえ、魔王の使いが。おっぱいの形いいですね。そうあなたの言葉に目の前の魔物はこう答えました。その発言、魔王様にチクるからね。え、あいつ魔王じゃないんだ。よかった、じゃああいつ仲間になる可能性あるな。皆さん秘宝です。第4話で一旦終わりです。はい、まだ5話が始まってないらしい、出てきてないらしいです。先生やります、もうやります。第4話魔王の仲間と雪景色、ちなみにもう深夜3時ですね。とんでもねえ時間にやってるな俺。宿で休息を取ってる勇者一行のもとに、なんと魔王の手先である一匹の魔物がやってきました。しかしなぜかその魔物は寝込みを襲うわけでもなく、ただただ普通に話しかけてきたのです。あなたはその魔物に一言何かを言おうとしました。言ったろ一回、おっぱい。は？しかしその瞬間、足か。ジバンも目が覚めたのか、ベッドから勢いよく転げ落ちました。そのとおりシェーラも目覚めます。うん、誰だ、どこから入ったんだ。おシェーラちょっと、あ、おっぱい綺麗と思ってるな。全員起きちゃった、もうあなたも入ってきていいんじゃない。目の前の魔物がそう言うと、ドアがコンコンとノックされます。わあ、なんかザ・中ボス感。そして部屋を返事を待たずにドアはガチャリと開かれました。そこには鎧を着た大きな男が一人立っていました。その男は一見人間のように見えましたが、鎧の隙間からはみ出す獣毛が魔物であることを物語っています。その様子を見た謎の女の魔物はあなたに向かってこう話し始めました。それがなく父もめ、多分許してくれだろう。あなたたちに話したいことがあるの。なんと言いますか。もうやるよ、分かってるよ。ちょ、お前セブセ、いやもうセ、いやもういらねえ、もうやるよ。あなたたちじゃなくて山田なんですけど。魔王の仲間の二人はキョトンとしています。なんなんだ急に、落ち着いたらどうだ。いや落ち着いてんだろこれ。なあそれ本当なん。いや兄貴は山田じゃないっす、多分。とりあえずこの山田野郎は放っといてもらっていいか。ええ、分かったわ。おい、もっと触れろ。お前なんか喋れ、なんかもっと突っ込め。なんでこいつが突っ込むんだよ。これはこれだろう、ちょっと籠絡できんじゃない。こっち仲間に引き入れようぜ。君は美人だね。はあ、自身にまたがる謎の女性にあなたはそう言いました。あ、またがってんの。お前何言ってんすか兄貴。ごめんシェーラ、違うんだよ、これ作戦なんだよ。くん、お前喋んな。お前の本当にそうなんか結構ちょっとツボなんだよ。その場の全員が戸惑いの表情を浮かべます。まあそりゃこんな状況で勇者がいきなりナンパを始めたらこうなります。しかし目の前の謎の女性は戸惑いの表情から次第に余裕のある笑みを浮かべ始め、あなたにこう言いました。ふーん、あなた本当に私のことを美人って思ってるの。なんと答えますか。いやそうですよ、俺はもう美人だったら美人ってちゃんと言うから。はい、とても美人だと思います。あなたは肯定的な言葉を発しました。へえ、ふーん、そうなんだ、ふーん。急にそんなこと言われても困るんだけどな。ちょっと落ちそうじゃない。謎の女性はニマニマと笑みを浮かべ、まんざらでもない様子でした。どうしますか、
ここですかさずシェイラを褒める。ああ褒めたい。これはセーブ案件。これセーブ案件ごめん。いろいろやりたい。さあまずは褒めたたえよう。いやはや、この世のものとは思えないほどあなたは美しいです。その白い肌、青く透き通った角、ツヤツヤでプルプルのそのピンクの髪。髪が作った芸術作品と言われても誰もが納得してしまう美しさで、あなたは思いつく限りの褒め言葉を彼女に浴びせました。え？そんなに？そんなに褒められるの何千年ぶりかしら。照れちゃうわ。おや？この後うち来る？行こう。なんでやねん。むしろ来ないでほしいっていう話をしに来たんやで。どういうことだ？そうよ、このことを私たちは話しに来たんだったわ。聞いてちょうだい。あーちょっと気になる。その後魔王の仲間の二人は語り始めました。まずは自己紹介からかしら。いやまず一旦シェーラ褒めさせてくれ。俺はシェーラ推しだからな。ちょっと待ってごめんね、みんなやり直してだからごめんね。ただ俺このゲームちょっともうマジでハマってんだ。俺はシェーラが一番なんだ。ところでシェーラさんも美しいですよね。ピャー、なんで急に私なんすか。急にヘイトを向けられたシェーラは案の定びっくりした様子です。しかしシェーラもまたまんざらではない様子で表情から喜びの感情が少し読み取れました。ところで魔物のお前たちから話したいことって何なんだ。ちょっと無視してんじゃねえお前一番よ。そうね、話を戻すわ。結局こうなんだ。まずは自己紹介からかしら。そう言いながら鎧をまとった魔物はケイレブ、女性はアイムと名乗りました。ちょっともうさっき知っちゃったけどさ、来ないでほしいでしょ。そして二人は魔王様から伝言を預かってると手紙を渡してきました。恐る恐る封を開けてみると、そこには綺麗な字でこう書かれていました。綺麗なんだね。背景、月が赤く綺麗に輝く季節となりましたが、勇者殿はいかがお過ごしでしょうか。丁寧だな。さてこの度は勇者殿の魔王城訪問の件につきましてご連絡させていただきました。誠に勝手ながら一身上の都合によりお迎えすることができないため、勇者殿にはお帰りいただきたく存じます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。まず勇者殿がこちらに向かってきている理由を把握いたしかねます。望みがあるのであれば目の前にいるであろう家来にお申し付けください。本来ならば直接お断りするべきところですが、手紙でのご連絡となりましたことを重ねてお詫び申し上げます。勇者殿たちへのますますのご活躍をお祈り申し上げます。警具魔王、活躍するのお前倒さなきゃいけないんだよ。つまり魔王様はあんたらに帰れって言ってんねん。向かってきてる理由がわからないとも言ってるわ。ふざけたてめごよ言うて、ごめんちょっと待って、もう深夜3時からずっと口回らなくなってきたよね。ふざけた手紙をよこされたものだな。あなたは何と言いますか。じゃあ帰ろうか。逆に考えて帰ろうか。もう全部帰ろうかじゃんかよ。逆に考えて帰るじゃん。逆に考えて帰ろうか。その言葉を聞くと同時にジバンが怒りをあらわにします。一体何が逆なんだ。それよりこれで帰れるわけがないだろう。この手紙を読んだところで俺には魔王が何かを企んでるとしか思えなかった。そうっすよ、分かってるんすよ。そう言われてもな。ジバンとシェラは異を唱えます。その後ジバンはこう口にしました。ならばこちらの望みを言おう。近頃魔物たちが活性化し凶暴になっている派の訳を話してくれ。それについては俺今飛ばしてないぞ。それについては話せないわ。こいつが今喋ろうとしたんだ。そういうことか。だから今すぐスキップしたんだね。何かを言いかけたケイレブの口をアイムが塞ぎ、なんて言ってた。ほら見ろ、やはり何か企んでるのだろう。敵対心を解かないジバンとシェイラに魔王の仲間たちはこう言いました。どうやらおとなしく幼稚には帰ってはくれなさそう。魔王の仲間の二人はその場を立ち去ろうとします。じゃあ迎え入れる準備をしに俺たちは先に城へと向かおうか。そうね、じゃあね勇者さんたち。おい、このまま帰すわけないだろう。その場を立ち去ろうとした二人にジバンは杖を突きつけました。いや強引かよ。がしかしケイレブはアイムを抱えた状態で窓を突き破り、あっという間に逃げていってしまいました。なんで帰るときそうなの。くそ、逃げ足めっちゃ早いっすね。まあ逃げちゃったものは仕方ないっすよ、ジバンの兄貴。おう、まあジバンは焦ってんだろうな。顔の怪我とか多分これ魔物関係してんだろう。でその影響で魔物にちょっとなっちゃってるみたいな。てかこの宿のセキュリティやばいな。それで済むのかよ。その後宿の店員に事情を話し、別の部屋を用意してもらった勇者一行はもう一度睡眠を取ることにしました。もう一回シェイラにやろう。
再度魔王の仲間が侵入してくることを警戒して塀には結界を張りました。先ほどよりかははるかに安全です。うん、じゃあ次の日か。いろいろと疲れた3人は泥のように眠り、ん表現よ、何泥のように眠りって。気がつけば空は明るくなっていました。じゃあいろいろあったがそろそろ出発しようか。張り切っていきましょう。あなたたちが意気込んだ後、ジバンはあなたにある問いかけをしてきました。今日も絨毯には乗っていくか。いや、みんな今は元気いっぱいでしょうし、ジバンの兄貴にばっかり任せっきりなのもちょっと。あ、ジバンがいないと操作できないんだ。そうか。うん、どうしましょう、アホの兄貴。今日もお願いしちゃうか、自分たちで歩くか。うん、これめっちゃなんか分岐しそうじゃない。これはセーブ必要だよね。まあ一回乗るか。あなたはジバンに今日も掃除を頼むとお願いしました。わかった、じゃあそうしよう。乗り物を乗って、これさ、こいつさ、こう目でやってんじゃん。これごめん、ちょっとカットしたんだけどさ、こいつね、いきなりなんかバーってやるから、ふざけてって。こいつふざけてんのよ、ずっと。乗り物を使って進む決断をした勇者一行は街を後にしました。え、街を出てしばらくした次の瞬間、乗り物が爆発死産してしまいました。なんで？いや、なんで？すごく強引になったね、急に。乗っていた乗り物がなぜか爆発してしまい理由を言え。その後勇者一行はチリチリになってしまいました。ジバンとシエラの二人はすぐに合流できたのですが、魔力を持っていなかった勇者は仲間と再会するのに苦労し、その時の一人ぼっちの恐怖ということは簡単には忘れられないものとなってしまいました。その後少しの間でも一人になることが怖くなってしまった勇者はトイレさえも一人で行きません。魔王退治よりも先に勇者の心の傷を治すことが最優先です。再び魔王退治に出かけることができるのはしばらくは先になりそうです。うん、いや、これはもう多分作者側が便利すぎるからやっぱなしにしようっつってんだろうね。これ自分なしで行こう。歩いて行こう。俺は体を動かすのが大好きなんだ。あなたはそう口にしました。まあそうだろうな、兄貴はやっぱりそうっすよね。話し合いの結果、これより先は歩いて向かうことになりました。普通は絨毯で行くけどね。でもこの絨毯持ち歩いて歩くのは勘弁なんだから。うろ、この町のアズカリ所にでも預けましょう。そうだな、乗り物を預けるためにあなたたちは預かり物をたどってまばばば。預かり物ところへたどり着いた3人は早速乗り物を預けようと手続きを始めます。しかし手続きの最中、店員にこれを預かることができないと断られてしまいました。なぜダメなんだ。赤色の絨毯だからあかんってこと。黙れ。店員は渋い顔でこう答えます。こんなよくわからないものが付着してる絨毯なんか危険で預かれないよ。確かに勝手に爆発するしね。店員が指を指すそのよくわからないものに3人は目を向けます。赤い、なんだこれは。勇者たちの絨毯には確かに小さな謎の物体が付着していました。これあいつらがつけたのかな。センサー付きの爆弾に見えるけどね。もうなんてもの持ち込もうとしてんだ。テロリストじゃないんだろうな、あんたら。違うっすよ。いいからさっさと出て出てくれ。店員はシッシと言わんばかりに手を振り、3人は店内から追い出されてしまいました。これ前の話って、これ放棄にしとかなきゃダメだったのかな。その後勇者一行はその爆弾と言われた赤い物体を再度確認してみました。確かに爆弾っぽいな。ある一定の場所に近づいたら爆発する、そんな機能のついたものように見える。あ、そうなのね。なんでそんなものがついてるんすか。見当もつかないな。じゃあの売ってたジジイ、あいつ、お前ちょっと気にせえ。もうね、腹立つなお前。まあ危ないからこれはさっさと処分しようか。あのジジイ、魔物の使いなんじゃないの。ジバンは魔術で絨毯を消滅させる。お前すごくない、絨毯。その後悩んでいても仕方がないということで、勇者一行は先へと進むことにしました。お、少しの間歩いて進んでいくと、辺り一面が銀世界になりました。シェーラはウキウキしてる様子です。わあ、雪っすよ、雪綺麗っすね。あまりはしゃぎすぎるなよ。どうしますか。セーブしよう。なんかもうちょいで終わりそうな雰囲気あるんだよな。まあ、ジバンを突き飛ばそう。ちょっと待って、これなんか動かないぞ。ジバンを突き飛ばそう。あれなんか動かないぞ。ジバンを突き飛ばそう。痛い。ダーン。あなたはジバンを雪の壁に向かって突き飛ばしました。軽く吹き飛ばしたつもりなのですが、ジバンものすごい距離飛び、雪の壁に突き刺されました。わあ、ちょっと大丈夫ですか、ジバンの兄貴。ジバンはもがき、雪の中からなんとか脱出するとこちらに笑顔を向きました。そして静かに杖も向けてきました。
後悔しろ。ジバンが呪文を唱えると周りの雪があなためがけて一直線に降りかかってきました。わあ、ちょっと二人とも何やってんすか。死を覚悟しましたが、その雪の塊たちはとても柔らかく簡単に突き破ることができました。魔法お前ほんとアホだな。シェイラはほっと無料なで下ろしました。ジバンはにやりと笑います。その後も勇者一行は雪遊びに没頭し、雪を存分に満喫、遊んでんじゃねえか結局。ちょっと待ってお前。あ、待ってこれ気になる。ちょっと一回、まあ、シェイラも突き飛ばそう。ダーン。シェイラは、あなたはシェイラを雪の壁に向かって突き飛ばしました。軽く突き飛ばしたつもりなのですが、シェイラはものすごい勢いで飛び雪の壁に突き刺さりました。おい、手加減をしろ、手加減を。まかまか、かわいい。その後シェイラは雪の壁から何とか脱出すると、笑顔であなたに雪玉をぶつけてきました。よくもやったっすね、アホの兄貴。ああ、もう、いや、幸せ。なんかすげえ幸せ。シェイラ好きだ俺。もうシェイラみたいなこと結婚したい。雪だるま作ろう、仲良く。雪だるまを作ろう。そう言いながらあなたは小さな雪玉を一つ作り、それを地面に転がし始めました。満喫してるっすね兄貴。あんまりはしゃぎすぎるなよ。3人で雪玉を転がしていこう。そうすれば短時間で大きな3段雪だるまが作れる。なんで3段なの。あなたはそう発言し、2人を雪だるま作りに誘いました。いいっすね、作りましょう。仕方がないな。ジバンちょっとあったって楽しそうなんだな。ちょっとこういうの好きなんだろうな、ジバンも。そうして勇者一行は雪玉を転がしながら魔王城へと歩みを進めました。仲良しか。もうジバンも、そっか、結局このパーティーに入ってるってことはもうジバンもなんだかんだアホなんだよ。しばらく進んでいくと、勇者一行の目の前の雪が盛り上がっていることに気がつきます。なんだこれは、あまり近づかない方がいいかもな。なんかもっこりしてるっすね。そうだな。勇者一行はそのもっこりした雪を少し警戒しながら横切ろうとしました。ふん。次の瞬間、その雪を突き破って中から白い巨大な魔物、俺だ。ブオー。白い雪の乳首綺麗。ジバンは風魔法を唱えた。雪魔物はびくともしない。なんぞお前、この状況でお前風魔法を使うんだよ。ふん、一切効かないだと。火使え。そういえば先ほどの町で、ちょ待って、絨毯持ってくればよかったんや。やっぱりここで爆弾作動させてさ、凶暴な魔物や人間は赤いという話を覚えてるか。そうっすね、もんば。そ、乳首か。乳首か。こいつもその凶暴な魔物の可能性がある。ただ見た感じだと白い色の魔物のように見えるが、なんで、いや乳首よ。あ、爪も赤いか。いや乳首だろ。乳首が赤色に染まってる。あなたはそう口にしました。乳首が赤色系統の色合いなのはごく普通のことなのでは。いや、シェイラはピンクだろ。いや、言われてみれば奴の乳首は赤すぎる。異常に赤い。こいつも戦闘は避けた方が良さそうだ。アホ、なんとか全員逃げるためにこの魔物をひるませる攻撃をしてくれないか。私は耐性の魔法をかけるっす。シェイラは氷耐性魔法を唱えた。全員氷属性の攻撃に耐性がついた。こいつこの見た目してて氷属性の攻撃してこなかったらどうする。あなたの行動のターンが回ってきました。え、雪玉しかない。雪だるまをぶつける。あ、雪だるま作ったもんね。これそういうパターンなんじゃねえの。やってみよう。ダーン。勢いよくその魔物にぶつけました。なかなか大きく育っていたその雪玉に魔物は埋もれていきます。その様子を見たジバンとシェイラはどうしたものかと困惑しています。一体何が起きたんだ。画期的な倒し方っすね、勉強になるっす。そのまま勇者一行は雪玉を転がしながら先へ進んでいきます。ちょっと待って、終わりかよ今ので。もう失敗パターンも見よう一応。これ失敗あんのかな。雪玉を、なんかこれ柔らかい雪玉か、硬い雪、石。雪玉じゃねえ。石投げるか。あなたは雪玉の中に石を入れ、そして投げ、いやこれ俺ね、学生の頃やられたことあるわ。俺やられたことある、これ。友達にいきなりめちゃめちゃ痛かった。俺めちゃめちゃ切れたもん。お、いいぞ、いいいい、コントロールしてる。 100? 頭から赤い血をしたらせる。あ、やばい。モンスター白い雪魔物の攻撃。雪魔物は大きく飛び跳ね、そして着地した。あ、すると、いや乳首めちゃめちゃ目立つな、あいつ。するとその三で反動で勇者一行はもちろん地面に積もっていた雪をもが宙に浮かび上がります。一瞬の出来事で反応が遅れ、そのまま3人は雪とも密着ちゃにちゃんちゃかながにゃ地面へ叩きつけられました。雪見を取れたあなたでしたが、雪に埋もれ身動きが取れません。
本来ならば瞬時にジバンがあなたを見つけ出してくれ、シェーラが治療してくれるはずなんですが、一向に助けが来ます。おい、やめろ。二人も雪に埋もれ身動きができない状態なのでしょうか。そんなことを考えているうちにだんだん寒く眠たくなってきます。あなたは意識を手放しました。え、なんかちょっと悲しい感じで終わんの。魔物からの攻撃を受けボロボロになり、雪の弊害によってさらに衰弱してしまった勇者一行は一度国が帰れたんかい。よかった、死ななくて。雪の避難へ被害から免れ、一人で必死に雪に二人を救出したのはシェイラでした。わあ、シェイラ。身体ダメージあまりなかった勇者一行でしたわ。が、孤独と不安と戦いながら二人を探したシェイラの心のダメージは重大なものでしか。もう少しも離れないですよ。そう言いながらシェイラは一番と勇者の手を常に握るようになりました。ジバンは仕方がないなとその状況を言いましたが、勇者はそうはいけません。可愛い女の子と手をつなぎながら外を歩くなんて照れくさくてとてもできませんでした。勇者がその状況になれるまで勇者活動は休業です。いつか3人仲良く手をつなぎながら回すとは来ないだろう。泣いてんの。でも1枚は絶対よな。あ、幸せだ。うん、いつでも一緒。うんうん、アホ。さあ、こっからだね。しばらく進むとそこには一人の商人が座り込み、何かを売ってる様子でした。勇者たちを見るやいなや、パッと目を輝かせて大きな声で話しかけて、こいつらもこれ全員敵なんじゃない本当は。商人バージョン2って。おお、やっと来て、上が来たか。そこの方々、よかったらうちの商品見ててくださらんかね。どうしますか。あなたは制作途中の雪だるまを勢いよくその商人にぶつけました。なかなか大きく育っていたその雪だるまに商人は漏れていきます。ジバンとシェラはその一瞬の出来事に気づいてないようです。今誰かいたか。あ、気のせいじゃないですか。そのまま勇者一行は雪玉を転がしながら先へ進んでいきます。待て待て、バカ、見てくか。あなたはそそくさとその商人に近づいていきます。おお、どうぞゆっくり見てください。ジバンとシェラもその後を続きます。何をってんだ。ここは私特製の傘を売っています。こんな雪の中何の対策もせずに進むなんて寒いでしょう。よかったら一つどうですか。安くしときますよ。メニュー。そう言いながら商人はメニューをあなたに渡してきます。そこにはいくつかの傘のラインナップが揃っていました。それを見たシェーラとジバンはこうつぶやきます。私は遠慮しとくっす。俺も別に。アホはどうする。なんで引かれねえんだよ。ビニール傘、すげ傘って何。空飛ぶ傘。すげ傘って何。すげ傘を一つください。あなたはすげ傘を買うことにしました。ありがとうございます。あ、これすげ傘って、これって、これすげ傘って言うんだ。ちょっと待て、ちょっと待て、うん、ダサい。ちょっと待って、ちょっと興味本位でちょっと進めてたらもうすっげえ傘、俺やん、もう俺。もうなんか腹立つこれ。すっげえ傘の略なのかと思ったら違ったわ。あなたはそう答えます。そんなことだろうと思っていたぞ、俺ガチやん。めっちゃ恥ずかしいんですけど。じゃあ空飛ぶ傘ください。空飛ぶ傘を一つください。あなたは空飛ぶ傘を買うことにしました。ありがとうございます。空飛ぶ傘を手に入れた。これはどういった機能の傘なんだ。刺してればわかりますよ。そう言われたあなたはその空飛ぶ傘を刺してじっとしてみました。すると徐々に足は地面から離れ、あなたは宙に浮かび上がります。傘によるお空の散歩ができる、そんななんとムメルヘンな気持ちが味わえる傘となっております。おい、魔力を自動で収集する装置付きなんで魔力切れを心配する必要もありません。お子様でも安心。そう商人が説明する間も間もあなたはどんどん空高く浮かび上がっていきます。戻るときはどうするんだ。自身の魔力を使って戻ってきてください。兄貴は魔法が使えないんすけど。3人が話してる間にあなたはさらに空高く浮かび上がっていきます。どれほど時間が経ったでしょうか。そこには宝石が散りばめられたような大きな星空がありました。その景色のなんと素晴らしいことか、あなたの心が満たされていくのを感じます。しかし勇者は高所恐怖症でした。眩しく流れる流星群を横目にあなたは意識を失いました。もういいって。商人から購入した空飛ぶ傘により天まで高さまで飛ばされた勇者は仲間たちに回収され、そのまま一度国に帰ることになりました。もともと高職優勝だった勇者、今回の件でそれはさらに悪化し、その日のことを夢にまで見るようになりました。このままじゃいけない。勇者はこの恐怖症を克服するために登山家になることを決心しました。勇者は山に登る日々を繰り返しました。その時勇者は気づきます。山から見える景色のその美しさに勇者は山に魅了されました。高所恐怖症を治すこととその景色を見ること、その2つを励みに今日も勇者は山を登ります。
魔を倒せ。じゃあビニール傘買おう。ビニール傘を一つください。これ後々絶対重要になるから。ありがとうございます。ビニール傘を手に入れた。店を後にし、勇者一行は魔王城を目指し歩き始めました。ちゃんと使うな。その道からあなたは早速ビニール傘を差してみました。なるほど。空から舞う雪をさぶさけてふざけて、確かに寒さが和らぎます。あなたはいい買い物ができたなと満足しました。見てたらちょっと羨ましくなってきたっす。兄貴はなんでその傘を選んだんすか。え、君とアイアイ傘、これがやりたかった。君とアイアイ傘がしたかったんだ。え、あなたはそう言うとシェイラは少しだけ顔を桃色に染めました。ちょっといい雰囲気が二人の間に流れたその時でした。なんやねん。ふとあなたの耳に呼び止めるようなそんな声が聞こえたように感じました。このいい雰囲気をぶち壊す鋭い視線は一体。おお、あなたはそう思い、その方向を振り返ってみると、そこには頭に雪を積もらせたお地蔵様が凛として立っていました。どうしますか。もう怒られるお前。あなたは制作途中の雪だるまを勢いよくそのお地蔵様にぶつけました。とても大きく育っていたその雪玉にお地蔵様は埋もれてきます。ジバンとシェイラはその一瞬の出来事に気づ…お前気づけ。今何かいたか、アホ。気のせいじゃないですか。そのまま勇者行こう。バカバカ、めっちゃ雪玉でかくなってる。これは後々絶対いいことがあるであろう。これにしよう。あなたはつい先ほど買ったばかりの傘をお地蔵様にかぶせてあげました。兄貴優しいんすね。するとお地蔵様から感じられた威圧的な気配は薄れます。え、お地蔵様がお礼を言っている、そんな風にあなたは感じました。何これ、無視したらどうなんの。あなたはお地蔵様を急に求めず歩みを進めました。次の瞬間、足元に転がっていた石につまずき転んでしまいます。兄貴大丈夫ですか。心配してシェイラはあなたに駆け寄ります。しかしそれよりもあなたはお地蔵様から放たれる威圧感が気になって仕方ありません。お地蔵様が自分の傘を欲しがっている、あなたはそのように思いました。これは俺が買った傘なんだ。そう言い、あなたは傘を両手で握りしめながら立ち上がりました。兄貴、一体何をやってんだお前は。転んだせいで鼻血が垂れてきました。あなたはお地蔵様から放たれる威圧感がさらに強まってるのを感じます。どうしますか。このハーゲム、いい加減にしろ。そう叫びながら力強くあなたは立ち上がりました。その瞬間、あなたは治療魔法をかけようとしたシェイラの杖をぶつかり合ってしまいました。あなたは意識、あ、これ股間。おい、男の大切なところを強打し気を失ってしまった勇者は仲間に、うん、そうだね、もう毎度のことだね。勇者はその後とても苦しむことになってしまいました。そう、歩くたびに毎回転んでしまうようになってしまったのです。シェイラが勇者を診察した際に分かったことは2つ。勇者には転んでしまう呪いの魔力がかけられていることと、24時間気合で耐えて一度も転ばなければ呪いが解けるということでした。勇者の転ばない戦いが今始まりました。魔法何年かかんだよこれ。さあ傘やってあげましたよ、最高。あなたはお地蔵様に一礼してその場後にしました。しばらく歩き続けると足元の雪がだんだん少なくなり、水気が多くなってきました。もうずっとこいつら雪玉作ってたんだね、雪だるま。そろそろこの雪地帯も抜けるだろう。かなり魔王城まで近づいてきたな。暑いの嫌すね。暑いんだ。ああ嫌だな、なんかマグマとかあんのがね。そうだ、だから雪だるまはこの辺りでさっさと完成させなければ溶けてしまうぞ。アホな兄貴、作りましょう雪だるま。どうしますか。まだ雪だるまと共にいたい。やだ、俺はこの雪玉とずっと共にいる。あなたはずっと一緒にいたこの雪玉に愛着が湧いてしまいました。仲間の一員として共に冒険ことを決断します。何言ってんすか兄貴。溶けて後悔しても知らないぞ。勇者一行は雪だるまを完成させることなく雪玉をそのまま転がしていくことにしました。あ、終わりか。その後もあなたたちは奥へと歩みを進めます。飽きちゃった。すると雪で覆われていた銀世界は一変し、真っ赤で熱くマグマの吹き荒れるおどろおどろしい姿へと変わってきます。遠くを眺めると赤く輝く火山の頂上にうっすらと、でも確実にそこに魔王城があるのが見えました。あなたたちの冒険も終盤を迎えようとしています。魔王との対面はもうすぐそこに。あなたは手に力を込めました。ちなみに雪だるまは溶けてしまいました。だから言っただろ。そう、たった今起こった出来事は大きな雪玉が溶けただけ、ただそれだけでした。
かし、それは今まであなたが巻き込んできたものの解放も意味します。え、気がつくと目の前にブチ切れたそれが立っていました。ブーン。え、じゃあこれちょっとさ、これ地蔵とかも全部ここで読み返したの？なんだなんだ兄貴、雪玉に巻き込まれたらそりゃ怒られるでしょう。あなたの自業自得と言います。あなたはもみくちゃにされその後意識を失いました。自業自得の逆襲により気を失ってしまった勇者は仲間に連れられて一度急に逃げることになりました。その後あの時のように何がいけなかったのか振り返り考えるとあることに気がつきます。そう、雪玉が溶けてしまったことがいけなかったのです。雪玉が溶けてさえしなければ被害を受けることはなかったのです。自身にもっと雪だるまを作る才能があれば、そんな悲劇を繰り返さないために勇者雪だるま職人を目指し毎日雪…なんそれ、どのエンドでもちょっと魔王退治やめんのやめろ。戦え、ちゃんとちょっと魔王退治行け。楽しそう。雪だるま完成させればいいのかな。じゃあ作ろうか。あなたたちは雪だるまを作り始めました。長い距離を歩いてきたのでとっても大きな雪だるまが出来上がる。あ、こういう雪だるま作りたかったのね、うん、手見えてる。なんかわーい、できたっすね。なんか変なものが混じってないか。無事雪だるまを完成させて満足した勇者一行は雪だるまに別れを告げ先に住み始めます。おう、来たね。これでじゃあちゃんと終わるのかな。うん、手に力を込めました。あー、ちゃんと終わるんだ。あー面白かった。ちょっとめっちゃ面白かったんですけど、ちょっと一応みんな雪だるまにぶつけちゃったんだけどさ、これどうなんだろうね。これどうなんの。やっぱ3体やってくれましたね。あなた、大事な商品をおろか私さえも雪玉に巻き込むなんて。ああ兄貴、うん、ああ、いや楽しかった。もう超楽しかった。もうずっとぶっ続けてやっちゃったぐらい楽しかった。いやー、だからもうあと5、6、7話でしょ。7話で俺らしいからギャラリーとか多分ね、これまだ全パターン見れてないでしょ俺。あ、見れてんのかな、まあ、分かんないけど。いやー、エンディングとかもあるし。あ、これあれか。うわ、やっぱ見れてないやつあるよ。すげえ。クオリティつうかもうなんかセンスがもうすごい。もうこのゲームすっごい好きだった。もう5話出たら早速やるね。うん、もう、あ、でも5話しか出てなかったら5話で終わっちゃってまた楽しみがなくなっちゃうから、なんかちょっとそれ寂しいからやっぱ全話出てからやった方がいいのかもしんないね。うん、いやでもやりたいかもしんない。いや、どう